マイナビオールスターゲーム2024前世全波第2戦24日神宮前世を率いた阪神岡田明信監督66が岡田説で打ち合いとなった今年のオールスターを振り返った試合後のミーティングでは選手たちをねぎらいなんかやられっぱなしのイメージがあったけどな全然そんな感じじゃない2試合やったからなぁと話した 写真、笑顔で子供とハイタッチする阪神・岡田監督。阪神・岡田監督の一問一答は以下の通り。すごい試合でしたね。ええ、めちゃくちゃやん。たくさんの打撃の記録が塗り替えられた。投稿打ての時代に、これだけホームランが。飛ぶんちゃうか。なんか小さいような気もしたぞ。お客さんは喜ぶ。そらそうやけどお前、ピッチャーはたまらんわ。笑。 試合後のミーティングで選手たちに話した。いやいや、もうみんなよう頑張ったからな、すごいの。セリーグの力を見せてくれた言う。なんかやられっぱなしのイメージがあったけどな。全然そんな感じじゃない、2試合やったからな。キリシキはいい経験をした。あんまり球数を増やすなと思うとったんや。まっすぐばっかりで、相手打者はファウルばっかり。 変化球を離れと思っとんだんやけど、表彰の争いも大変だから使う方も大変だったのでは。いやいや、だからお前、なあ。坂倉もうちょっと早を変えるつもりだったけど、ホームランがあったからなあ。オン、うん、だから、もう一打席打たそうと思って、俺らもわからへんからなあ。やっぱり選手には賞を取らせたい。いやいや、そらそうや、お前。 やっぱり賞をもらったら嬉しいやろ。から2日間はあっという間。いや、それはあっという間よ、うん。まあ移動とかな、もう大変やったしな。まあ期間がな、こんな期間やからな。短くて、ああ、報道陣が、近寄ってきたら余計暑いわ、笑い。ダイソーの栗林選手は荒井監督から、え、そうや、いやいや、サンタナが、 あんなにタッチアップせえへんから、びっくりしたわ。よっぽどやっぱりあかん、悪いんやろな。他球団の選手と接する機会もなかなか、こういうときじゃないとない。どういった2日間に、いやいや、そらはみんな力あるよ。やっぱりな、全然空は違うよ。前世で新しい発見があった他球団の選手もいた。そこまでは、それはもうみんな見てるからな、新しい発見なんかないけどな。 やっぱりな、力あるなと思って確認はできたよな、やっぱりな。ここに選ばれてるやつやからな、それはな。それは全然違うもんな、今日はお祭りだが後半戦の何かいいヒントも。いやーそんなん、そこまではないけど、そんなんやっぱり、攻め方もやっぱりまっすぐばっかりになるしのそれはオールスターやからな、しゃあないけどな、やっぱり試したい部分もあるんやろうな。 自分のストレートがどのぐらい通用するかとかな。分かっているとは思うが中日の高橋投手も簡単に。簡単にな。やっぱ打たれるんよ、絶対な。そういうことやろ、結局は。なんぼまっすぐ155キロいても、そういうことやん。だから、いろんな配球とかなってくるやろ、抑えるには。